一体何が。限界を超えた神の力、まさかここまで負担が大きいとは。そんな。だが悟空は勝っていた、勝っていたんだ。それは間違いないはずだ。うわジレン、そいつを落とせ。このまま負けていいのか。ジレン、何をしてるんだ。スーパードラゴンボールが手に入るんだぞ。やるんだ。誇り高き戦士孫悟空、このような形でお前との決着をつけねばならぬのは不本意だ。だがお前の存在が消えても、お前は俺の記憶の中で永遠に生き続ける。さらばだ。お前はフリーザ。十七号さん、自爆したわけじゃなかったのか。生きてるかどうかは賭けだったけどな、うまくいったみたいだ。大したやつだよお前は。ジレン、このままだと時間切れになる。さっさとやつらを落とせ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。限界をはるかに超えた死闘の末に、悟空は大きな代償を負ってしまった。残り時間はあとわずか。果たしてこの戦いの結末はどうなってしまうのか。